はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、新高島駅にございますブラッスリー0243にお邪魔しております。というのも、先日ですね、こちらのお店からご連絡をいただきまして、もうめちゃめちゃね料理がうまそうだったので、ぜひねお伺いさせてくださいということで、本日はお邪魔させていただきました。こちらのお店ね、かなりおしゃれで、まあディナーからランチからいろいろメニューがあるんですけれども、特別にですね、まだ昼間なんですが、ディナーメニューとね、ランチメニュー、どちらもいただく予定となっております。ただいまね、もう料理の方は作っていただいておりますので、料理が来るまでね、少々待ちたいと思います。はい、ということでね、まずはランチメニュー、こちらね、6品で揃いました。いろいろあるので、食べながらね、ちょっとずつ紹介していきたいと思います。それでは、いただきます。で、今回いただいたね、ランチメニュー、日替わりが3種類で、固定のレギュラーメニューが3種類の計6種類となっておりまして、ランチプレートにはこれね、パンやね、サラダ、スープが全品つくんですけれども、今回はね、品数も多いということで、特別にね、一皿だけいただいております。まずはね、ちょっと麺伸びちゃうんで、先にこちらのパスタですね。こちらは固定メニューになるんですけれども、ボルチーニ茸と生ハムのパスタでございます。ね、おしゃれなお店なんですけど、僕なんでね、この大口で行かせていただきます。うん、うまっ。これうまいわ。ボルチーニのね、香りも程よいし、クリーム感もね、ちょうどいい。クリームパスタなんですけど、ランチにね、全然重くないです。ちょうどいいでございます。うん。うまっ。そしたらこちらのね、生ハムと絡ませていただきまして、こんな感じですね。うん。ああ、うまい。なんかやっぱりちょっと慣れないんで、こういうおしゃれ大食い緊張しますね。うん、ということで、まずねこちら一品目完食でございます。そしたら続いてもね、こちらレギュラーメニューからでございますね。マダイのポワレキノコリゾット添えでございます。こちら二品目ですね。なんかね、香ばしい香りがする。いただきます。うん、まー、マダイがふわふわ。あ、うまっ。上にね、かかってるの多分ごぼうなのかな。まあ、香りもいいし、もうサクサク感ね、食感も楽しいです。普通にいい、めっちゃランチだね。めっちゃ贅沢に。うん。うん。なんかね、いろいろおしゃべりしたいんですけど、これ、ね、おしゃれな空気に飲まれて無口になりがちですね。うん、おいしい。ということでね、こちら2品目も完食でございます。そしたら3品目でございますね。こちらがレギュラーメニューの最後でございます。自家製ハンバーグきのこクリームソースでございます。こちらはね、主食のメニューではないので、いただいたね、このサラダとかパンも一緒に食べていこうと思います。まあ、もう3皿目なんですけど、とりあえずね、サラダからいただきますね。しっかりね、ソース絡めさせていただいてと、はい、うわ、あ、めちゃめちゃうまそう。いただきます。うん、うまっ。
肉がジューシー、うん、うまっ、うん、あ、マッシュポテトうまっ。正直ね、最初料理が並んでた時、思った以上にね、多いなと思ったんですけど、全品ね、美味しいんで、ペロッといけそうです。うん。ごめんね、そしたらちょっとね、洋食のマナー僕分からないんで、これがね、いいのか悪いのか分かんないんですけど、このソースもったいないんで、パンつけていただきます。よいしょ。感じですね。うまっ、うん、そしたらただいまね、3皿目も完食でございます。4品目ね、こちら日替わりメニューでございます。本日の日替わり1品目が自家製ボロネーゼでございます。よいしょ、卵いかせていただきますね。よいしょ、よいしょ、うわ、またこれうまそうだね。ちょっとこれしっかりとね、卵絡ませていただきまして、いただきます。うん、うまー、うん、しっかりとね、このお肉感もあるし、僕ね、あんまり洋食経験がないので間違ってたあれなんですけど、貝系の出汁なのかな、ベースのスープにそんなような香りがするので、お肉やね、トマト以外の旨味がしっかり入ってて、これもね、美味しい、うん、これすぐなくなっちゃうな。ということで、4品目も完食でございます。続いてね、こちら日替わり2品目でございますね。こちらがね、沖サワラのグリエラタトゥイユ添えでございます。お魚料理でございますね。まずここをいただいちゃおうかな。いただきます。あ、うまっ。あ、これはうまいわ。そしたらこちらのね、ラタトゥイユ添えていただきたいと思います。よいしょ、いただきます。うん、うまっ。うわ、うまっ、うん、またこのお魚の塩分とラタトゥイユの酸味、ここがね、ちょうどよかったりとか、噛めば噛むほどね、ナスとかパプリカの甘みがじゅわって広がるんで、これ好きだな。オクラも和えまして、うん、うまい。ちょっとごめんなさい、ノーマークだった、不意に飲んじゃったんだけど、冷製のね、かぼちゃスープ、これうまっ。あ、濃いね。と、うん、いうことで、日替わりね、5品目完食でございます。そしたらこちらね、日替わりランチメニューともにね、最後の一品ですね、鶏胸肉のロティ粒マスタードソースでございますね。いやー、またこれもおしゃれだね。うーわ、柔らか、これ胸肉。さっきね、ちょっと鶏胸肉とご紹介したんですけど、これね、特別に豚のこれ白ワインになったそうです。これね、めっちゃうまそう。いただきます。おいしい。うわ、これ多分ね、肩肉だと思うんだけど、とろけるんだよね。
まっ。これほんとね、ほんとにたまたまこれを最後に撮ったんですけど、これ最後にしてよかった。うまっ。うん、今日もね、本当は喋んなきゃいけないんでしょうけど、黙々と食べちゃいますね。ということで、ただいまね、ランチメニュー6品ですね、すべて完食いたしました。この後もね、ディナー料理が続きますんで、料理が到着するまで待ちたいと思います。はい、ということでね、ただいまディナーメニューで揃いました、まあ、今回はね、お肉とスープ料理ですね、まあ、ここも前菜もいただきましたし、これがなんかスープ料理に合わせるものらしいので、後々ね、ちょっと紹介をしながら食べていきたいと思います。それではいただきますと、まずね、このスープ料理ブイヤベースらしいので、これね、揚げていきましょうか。そしたらこちらオープンと、うーわー、しっかり海鮮が入ってる、うん、まそう。ちょっとこれ取り皿に取らさせていただきますね、一旦。うわ、よいしょ、うわ、うまそう。で、一旦これ取り皿に取らさせていただきました。ブイヤベースでございますね。うん、これ逆だな、これ逆だな、これ配置こっちだな。あー、うまっ。エビの出汁が、あー、でも貝もしっかりいるし、魚のうまみも出てますね。うまっ、うん、うまっ、うん、ちょっとね、あったかいうちにこちらのね、ステーキもいただいちゃいます。見えるかな、もうね、ステーキうまそう、肉厚なんですよこれ。よっよっ、これお肉見えますか、これ焼き加減がね、最高っすね。いただきます。うまっ、うまっ、うまい、うまい。今ね、ちょっとうちのマネージャーもこの同じね、ステーキ食ってるんですけど、あの撮影中にも限らずね、こっち向いてアピールをねしてきたぐらいね、うまいって。いや、これこんな熱いけど柔らかいね。油もしっかりあるんですけど、このくどくないので食べやすいね。うまいわ。ちょっとね、こちらのバケットもいただきましたんで、あ、これいや、ちょっとお肉と食べたいな、このバケット。よいしょ、これ贅沢にね、お肉とステーキソースもいただいてたんで合わせまして、うわうわ、ちょっとね、バケットこんな感じで全て合わせていただきます。うまっ、うん、今日はいい昼ご飯だ。で、こちらのね、商品なんですけど、なんかね、あの発祥の地ではこの唐辛子をあえたこのペーストをね、入れるらしくて、これをね、ちょっと味変に入れてみたいと思います。これ何なんだろう、サワークリームにも見えるけど、すげえ、あ、こんな変わんだ、おしゃれってすごい。うわ、美味しい。なんかね、滑らかにはなってるんですけど、ちゃんとね、唐辛子のピリッとした後味が追っかけてくるんですよね。エビは手でいいの？手でいいのかな？知らない男。このままいっちゃっていい？個人的には多分剥くべきだと思う。ラスクだ、うまっ、うん、これ多分持っちゃいけないんだよね。
本当これ持っちゃいけないよね。そのマナーわかんないな何もわからないこういうのはまた緊張してペースわかんないからさ、前菜だけ残っちゃったコースって難しいね。ってことで、ただいまね、ディナーメニュー完食いたしました。残りね、デザートがありますので、そちらを食べてね、本日は終了したいと思います。おしゃれ。ということで、本日の最後の品、デザートでございますね。こちらが、マンゴーとフランボワーズということで、最後のね、締めには最高なんで、早速、いただきます。で、このね、上に乗ってるチップスみたいのが、パンデピスってものらしいですね。スパイスが効いてるらしくて、これを生クリームとかと一緒にいただくそうです。よっ。うん。うまっ。よいしょ。うわうまい。うま。うん、マンゴーとろとろですわ。マンゴーはね、すごい完熟してて甘いんだけど、フランボワーズのね、この酸味、さっぱりしてていいね。まあでもこのいや、この絵面改めて見るとやばいね。この乱れでパフェ食ってるの結構やばいね。これやばいでしょ、これやばいやつだよ逆だったら絶対話しかけらんないもんこんなのパフェ食ったらうん、美味しい。うんうん、うまかった。ごちそうさまでした。はい、ということでね、ただいまディナーメニュー、ランチメニュー全て完食いたしました。やっぱりね、普段僕は洋食を食べ慣れないので、いつものね、ラーメンみたいにこう饒舌にね、詳しくレビューすることができなかったんですけど、ただね、全部を通して美味しかった、それは間違いないです本当にもちろん前菜からまあメイン料理まで全て美味しかったですし、なんかね、またね、こうゆっくり一品ずつね、食べたいなと思いました。やっぱりね、洋食は大食いするものではないよまあね、ランチの時間帯、ディナーの時間帯、どちらもね、単品も販売しておりますし、コースでの料理も販売しております。ぜひね、お近くの方、興味がある方はこちらのブラッスリー0243で美味しいね、洋食を食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。いや、最後の絵だけめっちゃ面白かったね。ただのやべえやつだもんな他にね、あればね、まだね、ただこれ食いに来たやつだもんねじゃあ、コアの手の入れ墨男が一人でパフェを食べる。絶対編集マン超いじってくるよね絶対いじってくる。でも美味しかったね。洋食って美味しいんだね。